ロボットアニメ速報。日本の農業用機械を製造販売する会社ヤンマーがロボットアニメを制作することを本日発表。ヤンマープロジェクトソシアス工業高校生がロボットと共に成長し自然環境を脅かす悪に立ち向かうストーリーとのこと。ヤンマー公式の特設サイトにてアニメトレーラーが現在公開中。ヤンボーマーボーに次ぐ代表キャラになるのか今後の続報に期待したいのだ。以上ロボットアニメ速報、ずんだもん総統がお送りしたのだ。